マックス・パークは韓国系アメリカ人のルービック・キューブ愛好家。2020年10月現在、各種目合わせて7つの世界記録、40回以上の世界記録の更新、公式大会で290回以上の優勝などの成績を残している。幼い頃に自閉症と診断される。マックスは対人関係や社会性、日常作業などに支障があり、 彼の両親は様々な対処療法を試していた。苦手な手作業の訓練にトルービックキューブを試して見ると強く興味を示し次第にのめり込んでいくようになった。マックスに教えるために先に揃え方を学んでいた母親だったが次第にマックスの方が早く揃えられるようになる。苦手な手作業の克服だけでなく大会に出て共通の趣味を持つ人々と交流するうちに 対人関係や社会性の面でも症状が改善されていくことになった。公式戦初出場は2012年の2世ウィーク2012大会のルービックキューブ部門であったが1回戦の23位だった。初優勝は2012年のダイヤモンドバーオープン2012大会の666部門だった。ルービックキューブ部門では2015年のナブオープン2015 大会で自身初の決勝進出で6位。ニセウィーク2015大会で決勝5位、初優勝したのは2016年のナブオープン2016大会だった。2020年10月現在世界ルービックキューブ選手権大会、北アメリカ大陸ルービックキューブ選手権大会、アメリカルービックキューブ選手権大会などでの主な成績は以下の通り、自己最高記録は 以下の通り、自閉症ケアから、ルービックキューブの達人へ、マックスパークさんが示す成功のシニーは、ルービックキューブ早ほどきの達人、マックスパークギネス世界記録、ホワイウィーキューブ、A、スピードキュービングドキュメンタリー、ハットマックスパーク地域別大会入賞、マックスパークレコードハットマックスパーク、ハットマックスパークスピードキューバーズ、世界を見据えて、ありがとうございます。